管理職ユニオン関西の中村です。前回にお話しした管理職ユニオンのですね、ガイドブックっていうのがあります。それの一番後ろに書いてるリストラ必殺10か条というのを書いてます。で、1から5まで前回お話しさせていただいたので、今日は6番目から終わりまでのお話を少しさせていただきます。6番目、まず読み上げますね。就業規則等は日頃から正当な手続きにより確保する。ほとんどの方が就業規則というのをきちっと読んでないというふうに思います。私も入社の頃はあまり読んでませんでした。で、いろいろ労働組合やらやるようになって、就業規則っていうのは、とりあえず会社が10人以上いるとですね、いろいろ就業規則、勤める上において労働時間の問題とかいろんなことが書かれてます。で、解雇する場合はどういう内容であれば解雇するとか、懲戒処分の一つになりますけども、そういう条項もあります。ですから今回の場合リストラの問題ですから、就業規則は、これは法律上で言いますとね、誰でも自由に見られるところに、閲覧ができるように置いとかなあかんと、こういうふうになってます。ところが、全然どこにあるかわからんっていう中小企業はものすごいです。大企業であれば就業規則とか配ってるところも中にはありますけど、要するに必要な条項を少なくとも読んどく必要はある。今回リストラの話してますから、処分の問題ですね。あるいは逆に言ったら、辞める場合の手続きで、処分の場合の手続きとか、そういうことをよく読んどいていただきたいということです。で、日頃から正当な手続き、正当な手続きには自由に閲覧できるところがあるから、別に文句言わへん会社やったらコピーして自分でも持ってる。で、よう分からんけど、鍵のかかったところに入ってるいう会社もありますから、それはやっぱり言うて法律こうなってますから、みんな見られるようなとこ置いてくださいというふうに、ちょっと勇気出してもらわなあかんかも分からんですけども、そういうふうにしてもらう。で、他の人にも就業規則っていうのはそういうふうに見られますよと。で、どうしても絶対条項を確認しなあかんっていう場合、見せてくれない、あるいは閲覧はできるけども、コピーはさせないという会社もある。そういう意味で言えば、今携帯カメラとかありますね。そういうなんで、携帯で写真撮るとかいう方法もありますんで、どうしてもあかんやったら手書きで写すとか、その必要な処分の対象になるんやったら処分のとことか、手続きの問題ね。勝手にボコーンとやること自身が就業規則違反になる場合もあります。本来は処分の理由ね、どの条項に、何条にの何々に基づいて具体的に行った行為が、これこれこうであるから処分しますと、そういうようなことが書かれてます。で、合わせて本人の要するに言い分ですね、事情聴取もやるとかいうこともあるんで、そういう意味で5番の5番のごめんなさい、6番の就業規則の問題をきちっとしておいていただきたい。で、あと7番は労働法の知識を身につけ理論武装する。労働法っていうのは、これリストラの場合、仮に組合入ったとしますね。で、労働組合ですから、組合入ったことによってですね、いろいろ不利益とか、労働組合通して団体交渉を要求したら受けないとか、いろんなことあります。だから労働法っていうのは、いろいろ憲法が、要するに労働三権の保障をする、それを具体化してですね、経営者がしてはいけないことっていうのは労働組合法という法律で決まってます。で、合わせて最低基準ね、労働条件の最低基準は労働基準法という法律で決まってます。例えば労働時間でいうとですね、1日8時間、
週40時間。これが一つの決まりです。それを超えて残業する場合は、36条協定言って、社権でいう残業協定ですけども、まあ、過半数以上の組合ある場合はそこと会社が協定しなきませんし、そういう協定の内容を作る、まあ、そういう決まり、労働基準ですね。であと労働安全衛生法、これは職場の環境の問題とかいろんな問題があります。からあと労災保険法とか、労働災害を受けた場合それを保障する制度で、それに大体準じて通勤途上災害も労働災害扱いになりますから、まあ、そういう規定、いわゆる労働法っていうのはいろいろあります。だから、まあ、そういう点もできれば、まあ、労働組合入れば勉強会とかやっていただけますんでね、そういうところで勉強していただければというふうに思います。から8番、絶対辞めないというスタイルを貫き通す。これはなんか難しそうに思いますね。要するにね、会社はいろいろ、この前回の時にも説明したように、いろいろソフトタッチであれ、少々今日脅し的であれね、いろいろ本人が辞めることを了解するというふうに持っていきます。で、解雇するほどの理由がない場合は理由を作ろうとします。だから、まあ、いろいろ、まあ、あなたは能力がないとか、あなたは何年いても出世の見込みはないとか、まあ、いろんなことを言いながらね、会社には貢献しもうたけど、まあ、企業会社が危機なんで、まあ、あなたは辞めてもらう以外ないやろしとか、まあ、いろいろ言いながら、まあ、いわゆる退職勧奨ですね。で、なんかその時書類持ってきてね、これ何月何日付で辞めるというのにサインしてよというふうに言います。だからそれはそれ以上言うと強要になるんですけども、とりあえず辞めないということを言うより、今のままで結構ですとかね、まあ、いろいろ言いようがあります。で、会社の方は例えば辞めるかね、もう出向全然ちゃうとこ行くとか、なんか選択に二者択一で迫ってくることある。その場合特に注意してくださいね。今のままでいいという気持ちを持てば、絶対この辞めるということにはつながりませんから。会社はだからもうその場合もそういうふうになったら、早く労働組合に相談して、一緒にね、一人でやるんではないという強みもありますし、仲間を作ればね、力にもなりますから、絶対に辞めないということをつなぐ、別に辞めたくないし今のままで結構ですよということね。から次、9番目が会社とのやり取りは記録に残す、表面化、書面化とか録音ですね。で、会社が来た時ね、まあ最近自分を防衛するという意味合いで言えば、我々はできるだけ IC レコーダーで音声で残すということを、まあ別に日常的にやれっていうこの問題ではないんですけど、やっぱり辞めさそうという対象でいろいろ呼び出されたりした時は、まあ脅されたりする場合もありますし、ソフトの場合もあるかもわからんですけどね、どういう状況かっていうのはきちっと記録に残しておいた方が、万一ですね、強行的に解雇された場合、反撃の材料にもなりますし、万一また裁判になった場合ね、有利な証拠にもなります。まあ、そういう意味で記録を残す。で、最後はこれは締めくくりですけど、退職届は絶対書かない。まあ、我々の合言葉は退職届はさようなら、退職届ちゃうわ、解雇通知はさようなら、ここに書いてますね。だから、退職届をさようなら、解雇通知をこんにちはという、まあ、気持ちで臨めばね、なかなか大変なんですよ、これ。迫られてね、脅されて、だってね、さっとこうサインしてしまうような状況になる場合あります。そこは一呼吸二呼吸我慢をしてですね、とりあえず退職届は絶対書かない。で、別に強要されたら強要ですから、それともサインするのはご自分ですからね、それをしなければ変えたことにはなります。騙されてね、
書かされる場合ありますから、そこは気をつけてください。だからリストラ人の対象になった場合はぜひ労働組合、まあユニオンですねに相談していただいて、そこで、自分でできそうだったらそのいただいた知恵で頑張っていただきたいし、まあ一人で大変やっていう思いやったら加入をされてですね、一緒に団体交渉に臨んでいただければというふうに思います。まあこれで一応我々のガイドブックのですね、リストラ必殺の10か条の説明をしました。まあ、興味のある方は全国いろいろある労働組合に相談されてですね、加入も含めて検討いただきたいというふうに思います。必ずユニオンなり労働組合といってるところは力になると思います。まあ、そういう点で、自分が対象になった場合跳ね返すためにまずは労働組合の扉にですね開いていただいて相談に行くというふうにしていただきたいと思います。今日はこの辺で終わりますので、どうもありがとうございました。